今日たこ焼きあれば入ろうと思ったんですけど。あれ PZB か。なんでいつもたこ焼きがない日に来るんですか。じゃあまた来ます。 PZB はい、そうです、はい、どうも。じゃあまた無料券持ってきたの。マジで、昨日めちゃくちゃ混んで、すいません。で今日は食べです今日は食べです。食べたでしょ。めちゃくちゃ混んで、昨日めあの多分小平さんのおかげです。あの動画が流れた日から発注数倍になってます。初めて見た PZP。 ありがとうございます。 PZP でも僕まだたこ焼き食べたことないんで。じゃあせっかくだから入ります。あ、すいません、ありがとうございます。昨日だけで6台で止まる。本当に、すいません。やってるのはいいんだけどな。はい、小平さんのおかげで出るようになりました。ありがとうございます。よかったです。いや本当に発注量が倍になってるんで、人気商品になりました。ありがとうございます。ということで今日もありません。自分の経費が消えたんです。時間せんなくなっているの。すごい、これが LINE 登録しただけでこれがもらえる。はい、重い。カードか。こちらの居酒屋さんに来るとカードが貯まります。貯まるのはカードだけです。何だっけ。牛タン、タン唐揚げ800円です。どうぞ行ってください。はい、何の串ですか。はい、左から頭、桃、ささみ、バラとなってます。頭はお味噌で、桃はステーキシーズニングで、ささみは柚子胡椒、バラはマスタードで召し上がってください。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあネギニラ餃子ライスバーガー茶漬けで。ネギニラ餃子バーガー茶漬けがやっぱり気になると。びっくりたこ焼きも気になるね。ずっと気になる。気になるもんばっかりや。ここね、カーネルって何。カーネルってカーネル、カーネル KFC かも。 KFC かも、絶対違うよね。アキラには俺の仕事で何万人引いてるから。光るアヒル、光るアヒルです。ネギニラ。そう、ネギとニラのハイブリッド野菜なんですよ。うん、でネギニラっていうのを使用した餃子ライスバーガーで、はい、これを茶漬けにするなんて天才ですね。ありがとうございます。しかもネギニラになると栄養が倍になるらしい。そういうなんかちゃんとしたコンビアビリってあるんですよ。だってすごい美味しい。これ、これ売れるよ。売れますよね。うん。おふくろが。キッチンカーで売りまくろう。いや、もう
あのお願いします。まあちょっと宣伝商品がすごい一生懸命やってる方なんで、はい、でどうにか売れないですかねっつって相談が来て、うちでじゃあ売りますっつって、はい、あ、電源があったんでちょっと、ライスバーガー茶漬け崩しながらお召し上がりください。おお、もうライスバーガーを崩すと茶漬けになるってこと、まさに締めって感じ。死んじゃうかもしれない。どうしよう。めちゃくちゃ食いたいんだけど。あれなんかさますか。おお。美味しいやつ。これ美味しいよね。じゃあすいません、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます。ラブショットね、ラブショットぜひ今度押してください。はーい。はい、はい、ごちそうさまでした。どうもごちそうさまです。お先です、帰ります。 PZP、 はい。すいませんでした、2回目もなくて。3度目の正直で、3度目の正直でお願いします。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。気をつけて。